この声がね、人が来たぞってことをね、知らせるんですよ。そうすると向こうも身構えて、あの逃げ場所をね、作ってあげるためにね、こういう声を出すと、向こうの方もこの距離を置いてくれるんです。こんな感じですね。さてさてと、お、クロスミア映ってる。ちょっと今年生まれのヒナだな。こということです。こうやってね、非常にこれはちょっと遊んでるやつだ。手作りで行けるとかみんな三脚なしですよ、ここは。三脚なし、これが田舎のカメラマンの撮影方法ですよ。これもそう、みんな手作り。2、1、4、3、鹿が来てるね。今朝の3時だよ。あ、4頭いるな。1、2、3、4頭いるね。あのね、やっぱりあの当時真剣に写してたんですが、モデルとしてはめちゃくちゃやっぱり派手さがないわけね。だから地味なモデルであんなの撮ってて、ね、あのいいのかと思って途中でやめたんですが、今改めて50年経ってみるとね、ほとんど日本中でカモシカの写真が大した写真出てこないんですよ。でこれはやり直しをしなきゃいけないなと。今ね、あの地味な動物のやっぱり魅力というものがね、50年経って見えてきましたね。だからあの一つ66であの画面中心の雪崩の中の、あの雪崩とあと餌を取る時に首ひねったあの写真がありますけれども、あれは66というフィルムで一番構図の勉強をするときにあの役立ったあのフォーマットなんですよね。だから今見てても縦にも切れる、横にも切れるね、こっちから追える、こっちから追えるって何でもやっぱり、だから構図の勉強には最高なことをやってたんだなと今になってあの改めて思いましたね。だいたい春になればね、鳥にしても動物にしても子供が生まれてるんです。どん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 子供は毎年生まれる。生まれる以上はあのそのまま長生きしていったら全部動物だらけになっちゃうじゃないかと。なんか途中でやっぱり寿命がどんどんどんそれで来て入れ替わって死んでいくものがいる、生まれてくる、このシステムっていうものに興味があったんですよね。じゃあ死の後はどうなるんだということもで見ようと思ったのね。そうするとやっぱり死んでくれないと生きていけない生物がいっぱいいるということに気づいた。死は次なる命を支えるっていう言葉をそこで僕は発見したんですが、そうするとですね、妊娠期間とほぼ同じ時間で死ぬとですね、大地に戻ってくるんです。これを発見した時にはもう死めたと思いましたね。これはすごい世界だと。それと同時にやっぱりあの死んだ後あの刺身状態で鮮度がまだまだいい時に登場してそれを食べるためにね、要するにスカベンジャーって分解していかないと自然に戻っていかないから、その刺身状態に登場してくる動物とか虫もプログラムされてて、それよりもう少し腐敗が進んでいくとまたそこだけをに登場してくる生物がいて、あの動物とか昆虫とかですね、そういう世界の発見にまずつながりまして、あ、これは自然というものは人間も含めてとってもやっぱり複雑で大事なやっぱり命をね、全部があの預かってるんだということに気づいたわけで、これはやっぱり今のこのコロナとかいろんな問題にもね、全部つながるってことに気づきまして、だからあのコレラ菌とかね、赤痢菌とかそういうようなあの厄介なね腐敗菌、
そういうものによって健康な動物まで脅かされると。だからそれは出てこないためにそのかなり腐ってコレラ菌とかそういうものはあの湧くところを喜ぶ昆虫とか食べて要するに解毒していくわけですよ。食べることによって菌の、 あの繁殖と同時にあの蔓延を防ぐというね、そういうことが死の世界にあって、でこれはもう大発見でしたね。でこれはもうこのまま自分のテーマとしてね、この先どんどんこれを掘り下げていけばあれは面白い仕事ができるぞと思いました。そういう意味では誰もやらなかったその死というものをね、あの誕生とは別の角度からあの見たら次なるやっぱり誕生につながるね意味が含まれてましたよね。あのね、山歩いていくと随分あの獣の痕跡があるわけ。例えばあのうんこですね、獣の糞がいっぱい落ちてるわけで、その糞を全部分析すればこれは誰の糞だと、鹿の糞なのかね、あの猿の糞なのかとか、あるいは天の糞なのかタヌキなのかっていうのを随分それ分析していって、そうしたらああいろんな動物がこれ歩いてるぞと、でも全然姿も出会ったことないわけ。でも出会ったことないのにここ歩いてるじゃないかと、糞が落ちてるということはね実際に、でその糞を全部またきれいに片付けるわけ。ほんで糞の落ちたところちょっと目印をして歩いてたわけね。そしたらまた三日ばかしたらあるわけですよ。でこれもうしょっちゅうねここに来てると、いろんな動物がいやこれやっぱり見たいわけですよね。そうかといってじゃあ徹夜でずっとそれ3日も4日も待つわけにいかない。でこれはなんとかならないかと思ったわけ。その時に、お待てよ、アイヌの世界にアマッポというね自動的にあの弓矢を放つ動物が来たら、その糸に触れただけで弓矢が放されてその動物に命中するという、そういう昔から の、 あの狩猟法があったわけですよ。あこれはこれを応用すればできるぞと思ったわけで、そのアマッポという装置をじゃあカメラに置き換えればね、動物の命は取らないけれども写真だけは撮れるぞと考えた。で一番簡単な方法としては木綿糸をね地上10センチくらいのところにスーッと張ったわけで、初めは釣り糸の手ぐすを張ったのね。でそれは強くて丈夫でいいんですよ。いいんですがやっぱりフラッシュをパッと焚くとですね、ラインがピカッと光るんですよ。でフィルムですからそこに光っちゃうとまずいわけですよね。そうすると黒いミシン糸、木綿糸をねスーッとあってことでやっぱりバッグに溶け込むんですよ。でこれを一つ発見して、もう最初の一晩目で撮影できましたよ、ウサギなんか。で犬も歩けば棒に当たる方式でね、それやったらああそれでアイヌの人たちの成功率、そのアマッポのねあの技術と動物の習性を見抜いてたああいう生き方、これはいけるぞということでああいうロボットカメラの開発につながったわけ。初めは糸からですよ、要するにね糸だとね時には切れちゃうわけであの一晩に何回もいろんなものが通るんだったらね一発で切れちゃまずいでしょ。だからそれは一晩に10回ではね10回シャッター切れるとかそういう方法にならないかというもう次のステップに行くわけですよね。そうしたらまああのあの当時かな、やっとあのデパートやなんかのエレベーターにも自動で閉まるとか、あるいはバスとか電車やなんかにもその赤外線というものを使ってこっちから光がいってるわけですよね。それでこちらで受け止めてて、ここを遮るとあのドアが開いたりで、遮らなくなると閉まるとかね、そういう装置が出てきたんです。でこれはこれを応用すればいいじゃんっていうことで、全くそんなものはどこにも売ってなかったわけで、やっぱり電子部品に詳しい人といろいろ相談していたら、あやっぱりこれはできるぞということになって、で秋葉原 の、 あの部品をねあのパーツショップまで行っていろんなパーツを買ってきて組み立てて、で結果的にレンズはこの光を遠くに飛ばすために光を絞らなきゃいけないわけ。その時にはもうすでにあの頃から二眼レフというね、こういう上から覗くあのレンズが2個ついたカメラがありましたよね。でそれがもう大体衰退して次のフィルムのカメラに35ミリとかそういう方向に行ってたから 業界そのものがね、二眼レフの上のビューレンズ、覗くだけのレンズにはシャッターも何も入ってないです。ただ覗きだけのレンズでこの焦点を結ぶだけになってたから、あこれは応用できると、で二眼レフのレンズを外して上だけをね、それで焦点合わせて
赤外線の発光部に焦点を合わせて、だからこの焦点をこの筒まで今度は線まで全部引くんですよ。蛍光灯にもですね、5000キロヘルツってね、光ったり消えたり、これパパパパパパと繰り返してこの明るさを保ってるわけですよね。でこのパルスを入れたら、赤外線に入れたら、これはいけるぞっていうことになって、やっぱり風が吹いても日向になっても全然平気になりましたね。でそれまでに4年ぐらいかかりましたけれども、それで完璧に獣道っていうテーマが出来上がったんです。完成したんです、それで、はい、もうね、この自然を見てるとね、何を撮らなきゃいけないかということが分かるわけです。自分としてはそれは全て絵コンテになるわけです。このカットが今僕はこうやって自然を見てるけど、このカットは絶対必要だと、これも必要なんだと、そうするにはまたこっちのカットも必要なんだという絵コンテがいっぱいできてくるんです、頭の中に。そのために、あ、この絵コンテだったらこのカメラでは撮れないと、じゃあこのカメラを作るしかないじゃないか、改造するしかないじゃないかという形で、いろんな形でね改造、そうするとまた次々にそのアイデアが出てくるわけ。これが楽しくてね、やっぱりね、自然って我々やっぱりズームレンズ持ってないわけよね。だから自分の肉眼だけで見てるじゃないですか、全員が。それは標準レンズなんですよ、50ミリなんですよね。だからこの50ミリで表現しないと自然っておそらく表現できないんじゃないかと思って、だから500ミリのレンズ、あるいは600ミリのレンズは、これひょっとしたら嘘っぽいんですよね。ライフルか村田銃かっていうのは違いであって、ライフルなんてもう何百メートルの向こうで損益して当たっちゃうでしょ。でこれやっぱりね、僕にとってはそういうのは許せなくなってきたので、もちろん熊にしても村田銃で本当に5メートルまで近づけて熊をね、ほんで一発で仕留めるっていうね、昔のマタギの漁師、あの姿勢っていうものをね、やっぱりカメラでやるべきだと思ったのね。それは標準レンズじゃないかと、50ミリじゃないかということになって、じゃあ500ミリを50ミリに変えたら、やっぱり10メートルの距離で撮れるところは50ミリだったら1メートルになるわけよね。その1メートルだったら残り の, 9分の1どころかね、10分の1が今度9倍すると、その辺の近づく努力、これはもう9倍どころかね、何十倍の努力というか、知識知恵、それに返ってくるわけね。それをまずやろうと思って、どん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 レンズ短くしていったの。そしたら50ミリでどんどんいけるわけ。それはもう、そうなると今度指でシャッター切るんではなくて、自分が距離離れててリモコンでもいい、自動でもいい、とにかくそういう撮り方に変わってたら、バンバン撮れるんだ、これがね。で、おお、いけるじゃんってことになって、ほとんど50ミリで撮ってきましたよね。それからじゃあその半分に今度切って、28ミリとか20ミリとかこの辺で撮り始めたのね。そしたらもうこれはもうレンズ舐めるくらいまで来るわけ、来させるわけ、来るんではなくて来させるっていうね。この辺が彼らの警戒心をどうやって払拭するか、それのやっぱりカメラ技術以前の問題の、なんというかな、知恵というか、そういうものが必要になってきて、そしたらもうバンバンそれができるようになる。で今度はじゃあ魚眼まで来ちゃったわけで、そうすると宇宙空間というか自然界のね、これは見せられるじゃないかということになって、もう最後の究極の詰まりが魚眼になっちゃいましたね。でこれでもうやっと僕の求めてきた写真表現がここでやっともう完結したかなっていう気はしてますね。僕はシナントロープというのは大きなテーマにあるんですよ。これはもうローマ時代からあった言葉でね、ギリシアのあたりから出てきてるんですけれども、人間の活動、それが盛んになればなるほど、そこの部分を喜ぶ生物がいるんです。だからそれが今は地球上では人間を思いっきり活動してるから、その活動の周り、例えばコーヒー園を作ってコーヒーばっかり飲むようになるとね、原野を切り開いてコーヒーの畑にすると、そこだけにやっぱり喜ぶ生物が出てくるわけ。とか
日本みたいに稲作をずっとやってきたら稲を作ってくる、あの弥生時代から江戸時代ずっと来て、その過程で山のを切り開いて田んぼにする、棚田を作る、そこに水を引いて苗を植えて稲を実らす、その環境だけに喜ぶ生物がまたいっぱいいるわけだから、そういうことがテーマになっていて、やっぱり増えたり減ったり、このシーソーゲームをね、あらゆる生物館がやってるわけ、いろんな種類が、もちろん人間もそこに、逆に人間がやってるようだけど人間は頂点じゃないわけ、地球レベルにしたら人間はまたマイナスになる可能性もあるわけね。だそういうところはものすごい興味があるわけ。ということは、このビルばっかりすると、このビルの空間を喜ぶあの生物がいるわけ。例えばドバトなんかはね、あの本来日本にいなかった鳥なんですよ。アフリカのナイル川の沿線にいて、それがヨーロッパで飼いならして通信に使って、まずは軍事関係に使ったりねしてきて、それが だいぶ日本にも観賞用に入ってきて、でずっと増えてきて、 今やもうあの野生化して、こういうあのコンクリートのビルを建てると、まさにナイル川の絶壁、そこにいたのは先祖返りしてきたわけで、これは人間が作ってくれた絶壁や、でも我々は滑る環境やということで、あのドバトはいっぱい入ってきた。ほんで逆に、じゃあ人間はコンクリートのビルだけにしちゃまずいからって、こう緑を植えてくるわけよね。今度こういう空間にスポット的に緑のオアシスができてくると、その空間を喜ぶまた生物は緑の空間に出てくるわけで、そういうのが、それはセミだったりとかね、あのそれを食べるまたあのクモだったりとか、いろんな形でできてくるっていうのはね、そこの辺のバランスを見ながら人間を社会を見ていくっていうのは僕の究極のテーマに入ってるんですよ。それが僕のシラントロープってね、これからの言葉になるんじゃないですか。自然保護とかいろいろ言う、あるいは自然との共生とかね、そういう言葉は日本語的に使ってますけれども、あともう30年もすればね、シラントロープが定着するんじゃないですかね、そうこういう言葉がね、でみんな分かるようになるんじゃないかしらね。結局ね、これもまあコロナと一緒でね、そうこういう環境に打ち勝ってきたものがまためちゃくちゃ増えてくる、あるいはあのこういう環境を嫌うやつがどんどん減ってく、だからどこまでがあの正常か異常かっていうのはね、これは分からないから、だから今まで昔はいっぱいいたのに今めちゃくちゃ鳥が減ったとかね、ある種の鳥が、これはね、昔はいたのはやっぱりそのシラントロープで、あのいい環境にあったからいたんであって、それが今減ったということは、あるいはこちらの方が異常だったわけ、ある意味ではたくさんいたことがね、でこれが今では普通になるなったということも十分考えられますから、これから あの2020年以降のね、あとこれからどう、あと80年かけて、ね、あの2300年、そういうような時代にかけていった時の、またそれを僕がこういうことをやっていたよということをまたバトンタッチして、そういう写真家とか作家とかね、そういう表現する人が絶対出てくるし、出てきてほしいし、うん、そこですよ、そこの僕はつなぎをやってるだけですから、はい、だから面白いんじゃない、もう100年くらい生きたいけどねそうすれば絶対いろいろ面白い発見があると思う。だからそれぐらい僕は先を見てね、今を表現してるんです。